どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は X106 ですね、富士フイルムから発売されたこのカメラの、レビュー動画の第1弾になります。で、今回写真中心に話をしていくんですが、僕自身がですねソニーユーザーなので、まあ、今も実際に撮影しているのはα7C2 ですし、まあ、その他にも α7IV を持ってたり、まあ、こういうね、ソニーのマイクを使ってたりするんですけど、まあ、そのねソニーユーザーが、富士フイルムのカメラ、まあ、実際にねちょっと撮影したりしたことはあるんですけど、実際に自分が購入して所有して使ってみるっていうことは今回のこの X106 が初めての経験だったので、まあ、こうソニーユーザーからの目線も踏まえつつ、まあね、僕がね実際にスナップで撮った写真がいくつかあるので、それをねこう流しながら、そのね写真を、皆さんが作例として見てね、あ、どんな写真が撮れるんだろうっていうのを感じながら、僕がね単純にトークして、今回のこの富士フイルム X106 がどういうカメラなのかっていうところについてちょっと話をしていきたいと思うんですが、まず最初にもうこのね X106 びっくりしたんですけど、もう完全に受注停止してますね。どこの場所で買おうとしてもなんかその入荷待ちとか、あと受注を停止しているっていうような状態で、もう富士フイルムの、直接のねオンラインショップに関してももう停止しているような状態なので、まあ、これが正直いつまで続くのかっていうところがちょっと気になるかなとは思うんですが、まあ、下手したら本当にいつまで経っても買えないカメラになる可能性があります。もはや海外とか行って免税で買った方がいいんじゃないかみたいな、そういうことになる可能性もあるんじゃないかなっていうふうに少し感じますね。まあ、運よく僕はねこの手に入れたわけなんですけど、まあ、やっぱりねこのカメラ、もう結論から言うと、まあいろいろあるけど素晴らしいカメラだとは思います。うん、すごくこう写真を撮るということに対して、とてもねこう体験を考えて作られているんだなっていうのを、改めて僕ソニーユーザーとしては感じました。で、このね富士フイルム X106 をちょっと語る上でですね、僕いくつかまとめたことがあるので、それにね沿って話をしていくんですが、とりあえずもう写真はずっと流しているような状態で、僕はねこうワイプを使って、今回のこのレビューを話して、トークしていきたいと思うんですけど、まずね直感的に少し思ったのは、もちろん僕まだ使いこなせてないんですよね。いろんな機能とかカスタマイズとかうまく使いこなせてない部分とかもあるんだけど、まあ、少しずつね撮影しながらちょっと学んでいるような、今富士フイルムのカメラの操作とかを学んでいるような状態で、でやっぱりね写真を撮影している時に、僕やっぱソニーのカメラでフルサイズのねセンサーを搭載しているカメラをよく使っているので、まあ、そういうなった時にやっぱりねダイナミックレンジがやっぱ違うなっていうのは、まあ、これは富士のカメラとか以前の問題ではあると思うんですけど、その APS-C のセンサーとフルサイズの、まあ、センサーの違いとして、やっぱダイナミックレンジはやっぱ APS-C なので少し狭いかなっていうふうにはどうしても感じる時がありましたね。特に白飛びかなっていうのを割と、あ、こんな簡単に白飛びするんだみたいなのを少し思いました。もしかしたらこのね一緒に流れてる写真の中でそのものが出てるかもしれないんですけど、まあまあもちろんその F 値を絞ったりだとかすればね、露出調整すれば白飛びしなかったりもするんですけど、絞り優先とかで撮っててもなんつうのかな、ソニーのカメラだったら白飛びしなかったようなシチュエーションでもこの X106 で撮ってる時は白飛びしたなって思ったんで、やっぱそこはね少しこうあるなっていう違いとして、ダイナミックレンジの違いとしてはまず感じました。で、あとはオートフォーカスのスピードとかもあると思うんですけど、僕、まあ、今もこれもねソニーのカメラ使ってるんでピント今バッチリ合ってると思うんですけど、このねオートフォーカスはやっぱソニーはやっぱすごいんだなっていう風に改めて感じました。めちゃくちゃやっぱピントが合うし、なんかあんまり僕って結構やっぱソニーずっと長いこと使ってきたんで、オートフォーカスのその速いとかそういうこととかっていうのもそんなにソニーの中では意識しなくても全部がもうね速くて、もうキビキビオートフォーカスやっぱ合ってくれるなと思ってるんですけど、やっぱりねこの富士フイルムに関しては、まあ、今回の X106 に関しては
なんだろう、めちゃくちゃやっぱキビキビ合うわけではないかなっていうのは思います。まあでも全然ね、普通に使えるレベルとしては普通だなと、普通に合うなっていう感じではあるんですけど、結構ねその遠くにオートフォーカスを当てるときには割とまあそこまでねこうなんか不便を感じることはないんだけど、手前の被写体に寄せたりするときとか、ちょっとね距離が近いようなものにピントを合わせようとしたときに関してはやっぱりねこうなんだろう、ジジジジジってずっとこうオートフォーカスをねこうも中のモーターがこう合わせようとするような動作を割としてたりだとか、やっぱりその少し暗いところとかになってくるとやっぱちょっとこうオートフォーカスを頑張って合わせようとしてますよみたいな感じでジジジジジってこう動いたりするので、なんかちょっとそこがねやっぱソニーとの違いだなって思ったんですけど、まあ正直これはソニーを知ってるからであって、多分ソニーを知らなくいい状態でこのカメラを持ったとしたら、まあ別にこんなもんだよねってなるんじゃないかなっていうようなオートフォーカスのスピードだなっていう風に僕はすごい感じました。まあ少しこうソニーをずっと使ってるとちょっとオートフォーカスにちょっとイラってする時もあるかもしれないですね。まあでもそれもね少しこう写真を撮るっていうところの味として僕は捉えてるかなっていうところがあります。であとはフィルムシミュレーションかな。フィルムシミュレーションがすごくいいなっていう風に僕思いました。僕前にねソニーのクリエイティブルックの色味が好きですよとか、いい色味ですよとかっていう風に話してたんですけど、なんだろう、それもすごいもちろんいいんだけど、なんかこの富士のフィルムシミュレーションに関しては、今回僕リアラエースをやっぱり基本的にね新しく出たリアラエースを試してみたりとか、あともう一つ試したのはノスタルジックネガ、まあ、この2つがやっぱこう最近のねフィルムシミュレーションの新しいものだと思うんですけど、この2つをね試してみたんですけど、まあ他のもねこれからもちろん試さなきゃいけないんですけど、こうノスタルジックネガはまあ好きかなっていう感じなんですけど、リアラエースめっちゃいいね。なんだろう、まあ、今回のこの作例のね写真とかもリアルエースばっかり出てくると思うんですけど、ちゃんとこう現実の色味とかもこう自分の人間が見たような人間のこの色味もちゃんともちろん残ってるようなサイドの表現だし、なんかこうなんかただ撮るだけでエモいっていうのがもうすぐできるのがやっぱすげえなっていうふうに思った。なんか編集しなくても、ああこれいい写真だなって思うものがなんか簡単に色として出てくるっていう、このフィルムシミュレーションのやっぱ素晴らしいところでもあるし、その中でもリアラエースの色味が個人的にはグッとくるなというふうに感じました。まあ最近僕なんか冷たい写真よりもやっぱあったかい写真みたいなものが僕すごい好きな傾向に最近はなってるので、まあ、それがね僕のこう価値観とこの機能がマッチしたっていう風に感じました。でやっぱり編集を、まあ編集してもいいんだけどね、編集してもいいと思うし、撮って出しでもやっぱすごいめっちゃ綺麗なんで、初心者にやっぱ富士フイルムってめっちゃ向いてるんだなっていう風により思いました。でもうそのさフィルムシミュレーション自体がそもそもさ20種類ぐらいあるからさ、もうそれだけで楽しめるんよね。なんかクリエイティブルックってなんかその細かくいじれたりとかもちろんするんだけど、その色味自体の種類って別になんかそのシミュレーションみたいな感じで20種類とかあるわけじゃないのよ。多くて10種類ぐらい、確か10種類いかなかった気がするんだけど、8種類ぐらいなのかな、だと思うから、なんかそのねなんかバリエーションの多さの違いがまあそもそもあって、それが初心者がやるってなった時に、なんか初心者がさ富士フイルムのカメラ使って、じゃあフィルムシミュレーション使う状況とソニーのカメラを買ってクリエイティブルック使うってなった時に、富士フイルムの方がやっぱ楽しいなって思うし、なんか編集で手をつけなくてもいい、だからまあ要するに知識いらんよねっていう、知識いらずにもうそのままこれで指定して撮っちゃえばもういい写真撮れるみたいな、この思想がすごく僕はめっちゃこの富士フィルムのカメラが惹かれるなっていう風にやっぱより感じました。やっぱねソニーのカメラのクリエイティブルックってもちろんそのまま撮ってもいいんだけど、やっぱねこうハイライトいじったりとかシャドウいじったりとかコントラストいじったりとか、まあ、そこのねこうコントロールしていく楽しみっていうのはあるんですけど、
まあ少しクロート向けではあるなと思うんですよね。やっぱ初心者の人がそこいじってこうやるとかってすぐにするものでは、まあしてもいいんだけど、別にそこまでねこう行く人ってなかなかいないなって思うんで、やっぱこの富士フイルムにしかない良さはフィルムシミュレーションがやっぱり僕は結構大きいなっていう風に感じました。であともう一つがですね、このレンジファインダーですよ。これやばいね。レンジファインダーがね今回やっぱ感動する、まあ、体験価値っていうのをすごい上げてくれるなって思いました。やっぱり僕が持ってる今使ってるね、α7C Mark II に関してもやっぱこうファインダーがついてる、サイドについてるファインダーなんですけど、やっぱね小さいんよ。この覗くところとかっていう体験がやっぱりわ見えづらいけど、まあまあ撮れるよね、まあこういうのでもいいよねっていうような妥協をした上でのファインダーなんですよ。でもちろんね、もう一つ持ってる α7-4 でやれば大きいファインダーでねこう覗いて撮ることもできるっていうところもあるんですけど、やっぱこの X106 ってその EVF そのデジタルのこのファインダーを覗くこともできるし、OVF もうそのままのねこの映っているこの像、ここから覗いている像がそのまま見れるし、この像が映っている状態から最終的に撮影したものがこうデジタルに変換されるっていう、自分がその現実で見ているものが写真として記録を残される、デジタルとして残るっていうのがこのファインダーを通して撮ることによって、なんかこう写真を撮ってるなーっていう体験にめちゃくちゃなるのよ。そこがなんかすごい僕はねいいカメラだなとか、写真撮るのめっちゃ楽しいなって感じることができたこの富士フイルムの X106 の素晴らしいところだなと思いました。まあすごいそのスペックの部分とかね、まあまあいろいろありますよ、いろんな人の意見が。まあただ前のカメラから、まあ、なんか手ブレ補正搭載して画素上がっただけじゃねえかとかいろいろこうあると思うんですけど、なんかまあ、値段高いけど28万ぐらい、転売するとさ今38万とか、まあ、転売が悪いどうこうとかそんなのもう転売なんてもう正直なくならんから、まあもう言ってもしょうがないかなと思うんですけど、やっぱりね転売されるだけ需要が高いカメラだなっていうのは僕はすごい感じれた。うん。であくまでこれは写真を撮る体験としてすごくいいなって僕は感じました。そのスペック云々とかそういう話になってくればもちろんもっといいね連写できるカメラとか、もっとフルサイズでダイナミックレンジが広いカメラとかもちろんいっぱいある、たくさんあるけど、やっぱりその写真を撮る体験としてこれに28万円出すっていうのは、僕はねこう富士フイルムの CM とかでも写真幸福論っていう言葉をよく使ってたりするけど、写真を撮るという行為で幸せを感じさせてくれるものがこの富士フイルムの X106 なんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。はい、ちょっと僕のレビューはちょっと特殊かもしれないんですけど、まあね、もしねそのスペックとかそういうこうところが気になるっていう人は他の YouTube 見た方がいいと思うし、あくまでこれ僕のこの富士フイルムのカメラをソニーユーザーが使ってみて、その富士フイルムの思想とかそういうものを実際に体験してみた内容のレビューになるので、まあ少しねもともと期待されてた方とは違う趣旨になっている可能性もあるんですけど、あくまでこれって X106 の話ではあるんですが、富士フイルムのこうカメラのね良さっていうところを伝えるような動画にもなっていると思うので、今回その X106 が手に入らなかった方とかも今後ね、おそらく X Pro 4かなとかが出てきたりとか、 XE5 とかっていうこれからね次の世代のそのカメラが出てきたものとかでも、この体験っていうのはこう富士フイルムにしかこうないものだと僕は思っているので、ぜひね中古品でもいいので富士フイルムのカメラをねこう手に取っていただきたいなっていう風に、僕はねソニーユーザーとして感じるカメラだったなという風に思います。
もう本当に買ってよかったなと思います。で、買えてよかったなと、この体験を抽選にあたって僕が得ることができたっていうのが YouTube やっている僕としてはすごく良かったなっていう風に感じます。だってこれ抽選当たんなかったら、このやっぱ X106 の体験とか富士フイルムの体験って全然得られなかったなって思うし、僕まだ正直自分の手元にあるものって使ったことあるのってソニーとライカと富士フイルムだけになってるんで、やっぱりね、こう他のカメラを使うことってすごく楽しいし、なんか勉強になるし、すごくなんか自分の幸福度にもつながるなっていう風に思ったので、やっぱね、もう僕はもうこれからそうだね、まあ変えたらまあニコンとかキャノンとかのカメラもなんか試していきたいなっていう風にすごい感じました。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございましたね。もしね、この動画に共感できる方であったりだとか、楽しめたっていう方はぜひ高評価もよろしくお願いします。低評価でもね、全然いいので、何かしらアクションしていただけると嬉しいです。ぜひコメントもお待ちしております。また次の動画を見ていただけると嬉しいです。バイバイ。